打ち合わせには県被団協など被爆者7団体の代表が集まり、広島市の担当者と国に対する要望の内容を確認しました。7団体はロシアのウクライナ侵攻や核による威嚇に触れ、核兵器は戦争を抑止できないと指摘しました。岸田総理が目指す核兵器なき世界への道筋作りは核兵器禁止条約でしか実現できないとして、改めて日本政府に対し条約の批准などを要望することを確認しました。核兵器があるから大丈夫だというような核抑止論、そういうところはやっぱりぜひ改めるべきじゃないですか。被爆者としては強く、ね、そういうことを訴えていかないと思いますよ。この他にも7団体は原爆孤児や被爆2世3世、また在外被爆者の救済なども改めて求めることにしています。